Алоха, с вами Swordflame, и мы начинаем последний третий рут, который называется Рут Богини. Итак, погнали. О, Яри, окиро! Коко ва доко да? Оре тачи ва йоке май но кабаре сабак ни ита. Соре на но ни коко ва... ここはソーユル草原、一体どうして。くそ、どうなってやがる。俺たちしかいねえのか。ティアラはどこだ。ティアラを探そう。さっきは気絶してただけでまだ助かるかもしれねえ。ファング、あいつだってフェンサーの端くれだ。凡人よりは頑丈にできてるに決まってる。ファング、こんなこと言いたくないけど、ファングもちゃんと確認したはずだよ。ティアラは死んでた。フェンサーでも死んで生き返ることはないよ。とにかく周囲の様子を探ろう。敵の罠かもしれないから慎重に。覚悟しな。寝てろ。ねえファング、私たちに何が起きたのか考えてみたんだけど。なんだ、何か分かったのか。ううん、やっぱり何でもない。しかし皮肉なもんだな、ソーユル草原といや、ティアラと出会った場所だ。最初の印象、最悪だったよね。フューリーは横取りするし、フェンサーから助けても礼一つ言わないし。ちょっと待て、あそこにあるの、フューリーじゃねえか。本当だ。あ、ねえ、その隣にいるのってティアラ。なぜティアラがここにいる。まさか生きて。なぜだ、どうなってる。なぜ私の名前を知っていらっしゃるのかしら。あなた何者。とぼけんな、どっから見てもお前はティアラだ。なんだよ、なんかのドッキリか。本当に性根の腐った女だな。俺様に無駄な心配かけさせやがって。もう失礼な。それに何をわけのわからないことを言っていらっしゃるの。ひょっとしてこれがストーカーというものかしら。はあ、よく聞きますわよね。アイドルに恋焦がれるあまり自分が恋人だと妄想してしまう哀れな方の話。お前がアイドルって面か。俺はファング、こっちはアリンだ。ふざけんのも大概にしろ。ああ怖い怖い。美しすぎるのも考えものですわね。まあお茶でも飲んで落ち着いてくださいな。今入れたばかりですのよ。その手に乗るか。分かってんだよ、そのお茶の中にはしびれ薬が入ってんだろ。なぜそのことを。やっぱり。あなた方、ちょっと気味が悪いですわ。もはやストーカーレベルじゃありません。関わりたくないので、とっとと失礼しますわ。ごきげんよう。おい、待て！ティアラ！行っちゃった。どういうつもりだ、あれは。本当に俺たちがわからないみたいだったな。ファングは、あれが本物のティアラだと思う？
思うね。なぜいきなりソーヨル草原に飛ばされて死んだはずのティアラが生きてんのかわかんねえことだらけだが、それでもあいつが本物だってことはわかる。うん、私も本物だと思う。私の考えが正しければここは、ふん、行こう。きっとティアラはフェンサーに襲われてる。フェンサーに？それじゃまるで初めてティアラと出会った時と同じじゃねえか。そう、同じだよ、何もかも。俺はいわゆるチンピラさ。お決まりのキャラってやつだ。黙ってそのフューリーを渡すんだな。さすが、お決まりキャラであって随分つまらないお顔をしてますのね。あなたに差し上げるものはございません。けなら腕ずくでいただくぜ、あんたごとな。そのお高く止まった顔が泣き顔に変わるのを見てみたいね。それは俺も見たい。誰だてめえら。このタイミングで出てくるなんて、あなたやっぱりストーカーね。まだ言ってるよ。あ、なんかあのフューリー前と違くねえか。あ、ほんとだ、なんでだろう。なんだこいつの仲間が。ええ、そうです。私のフューリーが欲しければ彼を倒しなさい。ストーカーさん、私の前でいい格好できるチャンスですわよ。なんか最初に会った時よりさらに扱い悪くなってるような。行くぜ。いろいろ気に入らねえがやるしかねえな。行くぜ。エテロ、悪いな、役者が違う。口ほどにもねえぜ。ん、結構お強いのね。見直しましたわ。お前本当に俺が分かんねえのか。もしかして記憶喪失か。違います、あなたの方こそ妄想癖がひどすぎますわね。でもまあいいですわ。それより一つ提案がありますの。私たちを下僕にしようって言うんでしょ。あら、物分かりがいいこと。私一人で旅をしていればさっきみたいな方に目をつけられてしまいます。どうですか、ストーカーさんにとって私と組めるなんて一番のご褒美でしょ。ストーカーじゃねえ、俺はファングだって何回言ったらわかるんだ。この鳥頭、いつまでもボケたこと抜かしてるとぶん殴るぞ。なんですか急に、乱暴なことね。でもちょっと新鮮。出た、ティアラのツンエム選出。ったく、感動の再会だってのにムードのないやつ。とにかくお前には聞きたいことが山ほどある。どこかに入ろう。聞きたいこと？私はファングさんにお話しすることなんてありませんけど。でも宿は必要ですわね。私の演者が宿の経営をしていますから、そこへ案内して差し上げます。本当に何も覚えてないんだな。何度も言いますが、私やファングさんと会ったこともないし、名前を聞いたこともありませんでした。あのソーヨル草原に行ったのだって初めてです。どうやら芝居を打ってるんじゃなさそうだな。なぜ私がそんなことしなければならないんです。ファングさんの人違いではないのですか。それはない。パートナー妖精はキュイ、普段はお上品ぶってるが実は腹黒い、クソ真面目で自称繊細。女神を呼び覚まして世界平和を願うためにフェンサーをしてる。
これでも人違いだと言えるか。今本能的な恐怖を感じました。それ以上近寄らないでください。キュイだ。人を変質者を見るような目で見るな。だってやっぱりストー違うっつってんだろ。大体なんでティアラがここにいるのか聞きたいのは俺の方だ。ティアラは確かにあの時、ファング、ちょっと話があるの。部屋に来て。ああ、わかった。これ見てよ。あ？ただの新聞がどうかしたのか？日付のところを見て。ずいぶん昔の新聞みたいだな。で？もう勘が悪いんだから。それ今日の新聞なの。私たち過去に戻ってきちゃったんだよ。は？そう考えれば辻褄が合うんだよ。あの儀式の場には女神復活のために必要なアイテムが揃ってた。そしてティアラの死体を見た瞬間、ファングは何を願った？願う？よく覚えてねえな。気が動転してたから。ティアラの蘇生を願ったっていう答えを欲してることくらい話の流れで察してよ。めんどくせえ女だな。とにかくファングの強い願いに呼応して私の力、すなわち女神の意志が発動した。そしてティアラが生きてる過去の時間に飛ばされたんだよ。そんなことがありえるのか？うん、あの時確かに私の力は発動した。そうか、だからティアラは俺たちのことを知らないってわけか。ファング、驚いた？驚くよね、大丈夫？ああ、俺たちが過去に戻ったなら未来を変えることができるかもしれない。そうだな。それはわからないけど。変えるんだ。ティアラが死なないような未来にしてやる。そうだよ。うん、そうだよね。運命は変えられる。ファングが最初に言ったセリフ覚えてる？俺の意志が俺の運命なんだって。それは今でも変わってない。俺の意志でティアラを救ってやる。でも儀式の場で殺されるティアラを見たこと、ティアラには言わないでおこうね。きっと不安になるから。ああ、わかってる。つまり、私とファングさんたちはかつて一緒に行動していた。けれど、ある時アリンさんの力が発動し、お二人だけが過去に飛ばされてしまった。あなたたちは私と出会ったこの時間、あなたたちにとっては昔に経験した過去をやり直しせざるを得ない、そういうことですか？うん、分かってんじゃねえか。分かってませんわ。そんな馬鹿げた話信じられるはずがないでしょ。ま、無理だよね。急に信じろって言われてもさ。だが俺たちはティアラを知ってる。それが証拠だろ。確かに名前だけならまだしも、私の旅の目的まで知るのは困難でしょうけど。じゃあ信じてくれる？いいえ、そもそもあなたたちはうさんくさいのです。うさんくさい方がうさんくさいことを言って信じられるはずありません。俺のどこがうさんくさいっつんだよ。見ろこの澄み切った目を。驚くほど充血してますわよ。うっせえな、てめえのせいで苦労してんだよ。ふん、やっぱり私を騙そうとしてるとしか思えません。じゃあ私たちの言うことが未来で実現したら信じてくれる？状況に応じて慎重に判断します。よしねえファング、ティアラと出会って初めて行った場所といえばクラビーセ洞窟だよね。
そうだな。いいかティアラ、これからクラビーセ洞窟に行く。そこにはフューリーがあるからだ。俺はそこにある罠がどんなものか知ってる。本当だと分かったら信じろよ。信じるかどうかは別としても、フューリーは私にも必要です。いいですわ、クラビーセ洞窟へ行きましょう。はい。俺は重大なことに気がついてしまった。何なのそんな深刻な顔して。すでに未来を知ってるなら、その知識で金儲けできるんじゃねえか。世紀の大予言者様ファング、鑑定料100万ゴールド。最初にちょろちょろっとこれから起きることを言っときゃ、あとは適当でいいだろう。何かと思ったらそんなことか。ドキドキして損した。くだらないこと言ってないでさっさと行こうよ。やっぱりうさんくさい。んじゃ、準備を整えたらクラビーセ洞窟に行くぜ。あいあいさ。ん？おい、あそこにいるのってあれだよな、さつさつ言ってるコミュニケーションに問題あり。エフォール。エフォールさん、あの奇抜な格好の方ですか。あれ、前はあんな格好じゃなかったんだけど。なあ、あいつに話しかけてみようぜ。また理不尽な理由で襲われるのがオチよ。まあ待て、前回は出会い頭の印象が悪かっただけだ。相手と同じ土俵に立てば向こうも心を開いてくれるさ。うまくいけば仲間にできるかもしれない。おい、エフォール。ん？サツ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 。ちょっとファング、同じ土俵ってそういうこと？サツ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 。なんだこのバカは、ふざけてるのか？とエフォールは申しております。自分のこと棚に置いた。サツ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 。夜な不審者と申しております。私からもエフォールに近寄らないようお願いします。教育に悪そうなので。行きましょう、エフォール、あまり見てはいけませんよ。サツ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 。いつまでやってんのよ。やっぱり怪しいですわ。私この方たちといて大丈夫なのでしょうか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。ありがとうございます。着いたな。ここがクラビーセ洞窟だ。ここの最奥にはフューリーがあるの。そこでエフォールとまた会うことになるはず。この2つが実現したら私たちのことを信じてくれてもいいよね。どう思います、キュイ？キュイ！キュイ！キュイ！私の中であなた方の不審者レベルはマックスに達しているの。ちょっとやそっとのことでは信用できないわと、キュイは申しております。ってハマっちゃってんのかい。えい！させてもらう。おかげを。はい、おしまつさ、行きますわよ。そういえば、さっきエフォールの服装が変わってたよね。過去に戻ってきたはずなのに、どうして前と違うんだろう。確かに妙だろう。この先であったら、本人に直接聞いてみるか。もしかしたらこのタイムスリップについて、なんか新しいことがわかるかもしれないしな。そうだね、そうしよう。よし、フューリーを手に入れたぞ。これでボーナス増額間違いなし。ボーナスもいいけど、私は戦いたいのよね。あなたって小心者ですぐに逃げ出しちゃうから、全然戦う機会がなくて太っちゃいそう。ふん、賢い人間はそう簡単に剣を取らないものなのさ。殺。うわっ。こんにちは。こちらエフォール。私はパートナー妖精のカリンです。エフォールに目をつけられたあなたたち、気の毒ですが死んでもらいます。来た来た！私の出番ね！あら、平凡なサラリーマン面して、ずいぶん過激なお姉さんを連れてますね。なんだかいやらしい。仕方ないだろう。妖精は自分じゃ選べないんだ。こいつの格好のせいで私は道行く人からも妻子からも冷たい目で見られてるんだぞ。とか言って嫌いじゃないくせに。殺。
サツ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 お、サツサツ。ええ、汚らわしいおじさんはさっさと片付けましょうか。やっぱりいたな、エフォール。それにお前は誰だっけ。お前こそ誰だ。まあいいや。それよりエフォールに聞きたいことがあるんだ。ん？よし、今のうちに。逃げちゃうの？せっかく戦えると思ったのに。サツ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 。お前らのせいで獲物が逃げた。どう落とし前つけてくれんだよ。とエフォールは申しております。あれ、もしかしてヤバい雰囲気？完全にお怒りですわよ。サツ、行きますわよ。キュイ、行くぜ。始めます。来世行かせて。生まれ変われ来世よ。まだ相変わらずいきなり襲ってきやがるな。ほらファング、今のうちにあれを聞かないと。そうだった。なあエフォール、お前なんでそんな服着てんだよ。かわいいでしょ。私が選んだんです。エフォールにはもっと女の子らしいものに興味を持ってほしくて。へえ、それでうさ耳ね。でもそれを着るのはだいぶ勇気いるよな。相当目立つし自己主張が強いっつうかなんつうか。いや、俺だったら金を積まれても着れないね。お前の勇気に感服するぜ。ファング、そんな痛い子を見るような目で見たら失礼よ。まあ私も着れないけど。そうです、失礼ですわ。まあ私も着れませんが。サツ、ああ、エフォール、行かないでください。エフォールは痛い子なんかじゃありませんよ。結局前回と同じような感じになっちゃったわね。あいつとの付き合い方だけは何回やり直してもわかる気がしねえ。どうだ、俺らのことを信じる気になったか。ちゃんとフューリーもあったし、エフォールにもあったでしょ。やはりまだ信用できませんわ。フューリーに関しては事前に情報を得ていたのかもしれません。エフォールという方とはあらかじめ打ち合わせをしていたとも考えられます。何よりあの場にいたもう一人のフェンサーについては何もおっしゃっていませんでしたよね。疑り深いやつだな。そこまでしてお前を騙して俺らに何の得があるってんだよ。むしろ損しかないっつーの。でも確かにパイガのことは想定外だったよね。前回クラビーセ洞窟で会ったのはエフォールだけだったじゃない。そういや、前とはフューリーの種類も違ったよな。前回ソーヨル草原に会ったのもクラビーセ洞窟のも、まあ、すでに俺が持ってるから当然ちゃ当然だけど。あなた方の話が本当だと仮定するならタイムパラドックスが起きているのでは。タイムパラドックス？本来ソーヨル草原やクラビーセ洞窟にあるはずだったフューリーをあなた方はすでに手にしているのでしょう。その変化が起点となり様々な事象に影響を及ぼしていると考えられますわ。はあ、そういうもんか。ま、細かいことは気にしないで次行きましょう。次こそ私たちの話が本当だって証明してみせるから。ヤタガン洞窟へゴーよ。
らっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よし、ヤタガン洞窟に到着だね。いいカティアラ、俺とアリウムは過去の時間の中でお前と一緒にヤタガン洞窟へ来たことがある。だからお前は黙ってついてくればいい。俺がこの中で起きることを知ってるかどうか見学して判断すればいいんだ。ずいぶん自信があるのですね。当たり前だ、事実なんだからな。だいたいお前みてえな何の役にも立たない女、俺様が騙して何の得になるってんだ。つうか、なんで俺がこんな面倒なことしなきゃならないんだ。俺の言ってることが正しいと分かったら手間取らせたお詫びに俺様の奴隷になるよ。まあひどい。でも胸が高鳴るのはなぜでしょう。
ティアラは何度出会ってもこのキャラなんだね。とにかくお言葉に甘えて私は見学してますわ。お二人ともキビキビ働いてくださいね。なんか嫌な感じなんだよな。ほっえいほっえいほっえいほっザコばっかだな。まさかファングさんがここまでお強いなんて、正直驚きました。俺にとっちゃとっくの昔に倒した敵ばっかだ。今さら相手になるか。どう、ちょっとは私たちのこと信用してくれた。確かに道もよくご存知のようですね。でもそれだけで信用するわけにはいきません。情報を得る手段はいくらでもあるのですから。くっそー、つくづく疑り深い女。まあ見てな、もうすぐフューリーの場所だ。そこに行けばわかるさ。ありましたわね、フューリーです。んじゃ、これから起きることを説明してやるぜ。よく聞けよ。ファング大丈夫？ちゃんと覚えてる？バカにすんな、覚えてるに決まってるだろうが。まずこのフューリーを抜くだろ。そうすると溶岩がこうガーッと流れてくる罠になってんだよ。こういう古代遺跡は罠が多いからね。そうそう、ねえ、なんだっけ。ちょっとしっかりしてください。この岩が制御装置となってるんだってば。制御装置を発動させれば溶岩が止まる。そこにボスが出てくると。今言ったことが実際に起きればティアラも俺を信用せざるを得ないだろう。確かにそうですよね。古代遺跡に罠が仕掛けてあるのは定石ですが、戦学そうなお二人がそんな勉強をしているとは思えません。ことをそこまで正確に把握するには実際の経験がなければ不可能です。うん、なんか引っかかるところもあったけど、やってみよう。よし、じゃあ抜くぜ。本当に溶岩が。岩の制御装置発動させるよ。えい、止まりましたわ。ほらね、本当だったでしょ。ええ、一体どんなトリックを使ったのか聞きたいところですけど。ああ、もうまだ疑ってんの？おっと、ごちゃごちゃ言ってる暇はないぜ。次はボスのお出ましだ。私もお手伝いしますわ。おめえは黙って見てな。行くぜアリ。行くぜ。ちょうだ。殺せよ。そんなものか。やらせてもらう。次。悪いな、役者が違う。楽勝楽勝。やっぱり1回目に比べると起きることが分かってる分余裕だね。分かったかティアラ。お前は俺たちと行動を共にしていたが、俺たちだけが未来から今に飛ばされ、お前と再び出会った。俺はお前に関することもいろいろ知ってる。もう認めるしかないだろう。そのようですわね。やっと受け入れてくれたみたいだね。不思議ですわね。私は間違いなくお二人と初めて会ったのに、あなた方は私を知っている。妖精の力で時間を超えるなんて聞いたこともありません。それだけ私が優秀ってことかな。溶岩の罠があっただろ。あれはもともとティアラが岩の制御装置を見つけて解除したんだ。
古代遺跡には罠が多いっつうのもお前の受け売り。確かに私はその知識を持っています。溶岩が流れ出したら制御装置を見つけるのも容易でしょう。あれはティアラの活躍だったよね。なんだかんだ言って私たちはティアラを頼りにしてたよ。一言多いのがムカつくけど。んなわけで俺たちはティアラを嫌ってほど知ってんだ。だからお前も遠慮なんかすんなよ。ずっと一緒に旅してきた仲間と思っていい。ティアラに限っては少し遠慮してほしいとこもあるけどね。とりあえず宿に戻るか。いろいろ思うとこもあるだろうしな。お、ファングが珍しく気を使ってる。バーガ、俺はいつでも神経すり減らして生きてんだ。全然そうは見えないけどね。気のせいかな。眠れ。よ、少しは頭落ち着いたか。はい、おかげさまで少しは。それよかった。アリンのやつ、お前と小付き合ってないと俺への小言が倍増すんだよ。アリンとお前がキーキー言い合うのを遠目で見てんのが俺のポジションなのに。私とアリンさんはいつも喧嘩していたのですか。ああ、仲悪かったなお前ら。女っつうのは基本的に仲悪いのな。そうかもしれませんね。私、同性には嫌われる方ですし。なんかわかる気するわ。ファングさん、お聞きしたいことがあるんです。なんだよ。ファングさんは私のことどこまでご存知なのですか。それ前も言ったような気するけどな。フューリーを集める目的は世界平和。お上品ぶってるが腹黒くてクソ真面目ってよ。それだけですか。なんだよ、もっと褒めろってか。いえ、そうではありません。例えば私の血について、私は何か言っていましたか。血？知らないならいいのです。ちょっと聞いてみただけですから。まあアリンが言ってた通り、ティアラは頼りになるやつだったぜ。俺にはない知識もたくさん持ってたし、なんつうかしっかりしてるっての。他の女だったら本気でムカつくこともお前がやると憎めないんだよ。ひょっとして私とファングさんはお付き合いしていたのですか。はあ、誰がお前なんかと。あら、違うんですか。ほっとしました。いきなりとんでもないこと言うんじゃねえよ。どうやらファングさんの片思いだったようですわね。んなわけねえ。私はファングさんやアリンさんと何をお話ししたのでしょうね。行動を共にしていたということですが、なぜファングさんたちだけが過去に飛ばされ、私は取り残されてしまったのでしょうか。それは。私はその場にはいなかったのですか。いや。いたのだったらどうして。未来で何が起こったのですか。何か重大なことが起こったのではないのですか。そんな質問攻めにされてもわかんねえよ。それに未来のことは過去の人間に教えちゃいけないって決まりなんだよ。そんな決まり誰が作ったんですか。誰とかじゃねえよ。モラルだモラル。軽々しく未来を教えたら世の中大変なことになるだろうが。モラルなんて言葉ファングさんに似合わなすぎて泣けてきます。うっせえな。とにかく教えることは何もねえぞ。教えられないようなことが起こったんですね。どんなくだらない未来でもモラル上教えられないね。
なんだよその目は。別に何でもありません。教えていただかなくとも自分の未来くらいわかります。どんな未来だ。決まってます。私のことですから、女神復活を成功させ世界平和を実現し、お金持ちと結婚して幸せな家庭を築いていることでしょう。いや、そこまで未来のことは知らねえよ。でもまあ大体当たってるよ。ティアラは幸せになる、それだけは保証してやるよ。やっぱりそうですのね。はあ、よかった。さすが私です。はいはい、よかったな。んじゃ俺はそろそろ寝るわ。お前は俺が守ってやる、今度こそ絶対に。ん、何かおっしゃいましたか。早く寝ろっつったんだよ。睡眠不足でカリカリされちゃたまらねえからな。カリカリなんて生まれてこの方したことありませんから、ご安心を。おやすみなさいファングさん。おやすみ。私はどうなっても構いません。せめて孫の命だけはお助けを。おじいちゃん。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってるとバッサリ行くぜ。うわ、なんだいきなり。なんだてめえは。僕の何が知りたいのですか。名前ですか、生き方ですか、それとも剣の腕ですか。うわうわ。ありがとうございます。危ないところを助けていただいて、なんとお礼を言ったらいいか。お兄ちゃん、ありがとう。礼には及びません。おけがは大丈夫ですか。はい、おかげさまで。そうですか、それはよかった。なぜこのヒューリーは僕がいただきます。おじいちゃん、やだ、おじいちゃん。無味乾燥の不毛の地、今や世界はこの砂漠の地そのものです。人々は乾きゆえ正義を失っている。僕がこの世界を変えてみせましょう。このようにね。パンツ。なんだよ急に。あ、ごめんごめん、ヤタガン洞窟の次に行ったのって確かカダカス洞窟でしょ。今日はそこに行くわけだけど、あの時すごく寒かったじゃない。ケイトのパンツ履いていった方がいいんじゃない。一体どういうことです。前回カダカス洞窟へ薄着で行ってすごく寒かったんだよね。本当に死にそうになっちゃったんだ。だから今回は重装備の方がいいって話よ。本当ですか。お二人ならともかく、私がそんなおまぬけなことをするはずがありませんわ。本当だって、ティアラなんか鼻水だらだら流してたもんね。鼻？私は鼻水なんて出しません。出してたもんね、見たもんね、鼻水ティアラ。許しませんわ。ファングさんはどうなんです、見たんですか私の鼻水。忘れた。ファングずるい、めんどくさいからって忘れたふりして。やっぱりアリンさんの勘違いでしたのね。嫌ですわ、ご自分の集大をなすりつけようとしたのではないですか。この鼻垂れティアラ。いいからパンツ買いに行くぞ。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃい。よ、来てやったぜ。かっこいいお兄ちゃん、フェザーでしょ。それじゃあフューリーを探してるんだよね。お得な情報も売ってるよ。ああ、そういや、ロロとも初対面になるわけか。めんどくせえな。何？どういうこと？なんでもね。今日は情報はいい。ケイトのパンツ売ってるか？でこのお値段だよ。うわ、相変わらずのぼったくり価格。け、仕方ね。一応これから仲間になるやつの分まで買っとくか。相変わらずって？お兄ちゃんたち初めてじゃない。いいからいいから、ほらよ、受け取りな。毎度あり。愛してるよお兄ちゃん。お前が愛してんのは俺の財布だろ。
おお、なんじゃこりゃ。どうしたのよ、朝っぱらから新聞持って絶叫して。見ろよこの記事。どれどれ。あの有名ラーメンチェーンが巨額の負債を抱えて倒産。あそこのラーメンうまかったのにショックだ。あら、それは残念でしたね。私もあのチェーン店のラーメンは好きでしたわ。なんで巨額の負債なんて。ラーメンだけ作っていればよかったものを節操なくいろいろな事業に手を出したのが原因でしょうね。そっか、欲は出すものじゃないわね。しかしおかしいですね。あなたたちは未来から来たのでしょ。それなのにどうして過去の出来事を知って今更驚くんです。いや、俺は普段新聞とか読まないから。私に関する個人的なことではなく、社会で起きる大きな事件でも教えていただければ未来から来たと信じられるのですけど。俺たちのこと信じたんじゃなかったのかよ。信じたからこそこうして行動を共にしているんです。しかし今のでまた少し疑ってしまいましたわ。疑り深い女だぜ。おいアリン、なんかこれから起きるでかい事件でも教えてやれ。人に丸投げしないでよ。確か明日の晩飯はすごくうまかった。個人的どころかただの感想じゃない。確か明後日の天気はピーカンだ。天気予報を見ていればわかります。あとは何だったっけな。はあ、もういいですわ。少し興味があったから聞いてみただけですし、どのみちあなたたちを信じることにしたんです。今さら未来から来た証拠を出せなくたって疑ったりしません。これでもあなたたちのことを認めているんですから。ティアラ、あ、そうだ、思い出した。芸能人の足が臭い夫妻が熟年離婚するぞ。どうでもいい話題ばかり覚えているんですね、その頭は。Итак, на этом моменте я это видео закончу, вне видео я пойду и выполню квест Лолы. Враги точно такие же, как и во всех рутах абсолютно, и новых фей никаких не будет, поэтому какие-то такие моменты не будут попадать в видео, поскольку все это я делал уже в других рутах прямо в видео. И в следующем видео пойдем в ледяные пещеры по сюжету. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!